いつも手伝ってくれてる仲間たちがおります。彼らの紹介などを軽くさせていただこうかと思います。まず、長老でございます。我々は五老公と呼んでいるす。信田さんの個性を話し出すとキリがないんですけど、信田さんの特技って何だろうね。ピアノかな。だって珍しいよね、自分の担当楽器特技だっていう人。こちらに、おりますのが、うちの、はい、ありがとうございます。スーパーヒーローでございます。まあ、彼のマリンバの腕前はもう皆さんもよくご存知と思いますけれどもね、まあ、せっかくですからこれ使います。ベース、そしてリーダーの福田育次郎です。我々のドラマーでございます、井上博樹さんですね。で、遠くから見るとカルロス・サンタナに似てるという人もありますし、立山武彦さんです。よろしく。最後になりました。彼は32歳なんですけれどもね、もらった嫁さんが21。バカ野郎お前な、そういうの結婚って言わないんだぞ、少女誘拐って言うんだ。本当に捜索願い出されるぞ。坂本昌司君です。よろしく。で、今まで皆さんがお聞きになったことのない曲をここでお送りしようと思うんです。で、まあ、打ち合わせもですねあまりできてないんですけど、先ほど私がですね歌詞をね書いてきたので、これはね ものすごくいい曲なんで、ぜひこれをね、メロディーをつけたいと思って、で、まださっき細かな、まあ、曖昧な打ち合わせはしておいたんですけど、タイトルは猫背のタヌキ。井上さん、ちょっとねサンバっぽくちょっと刻んでみてください。そうそう、それでね、それでそれに合わせて僕はね、猫背のタヌキがねって言いますから。せーの、猫背のタヌキがね。オッケーオッケー。で、猫背のタヌキがね、で、これ一小節で、それをね、猫背のタヌキがね、猫背のタヌキがね、猫背のタヌキがさ、で、これをね、7回やります。同じリズムね。で、その間コードはさっき書いた、コードがあると思います。ね、これで、これ一応メンバーも坂本くんね、これはギターいらないから。この人ぐらいエレキギターの似合わない人珍しいですよ。立山さんみたいに弾くときにこうこうやって出てきませんからね。信田さん、ちょっと合わせてね、やってみてくれます？リズムと拓磨もね、そう、コンガ、本当はボンゴの方がいいかな。いや、コンガでいいや。ワン、ツー、スリー、フォー。それで、それを7回やります。それで、あ、もう1回、8回やります。それでね、8回で、8回目に、歌詞が変わります。これね、猫背のタヌキがね、猫背のタヌキがさ、猫背のタヌキがよ、とこういう風にどんどん歌詞が変わります。それで、猫背のタヌキがよって言った後に、おこぜの刺身をねって。で、おこぜの刺身をね、で、その後買って帰ったってさ、で、買って帰ったってさをね、16分の9で、タタ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 タの、変拍子にして、買って帰ったって
で、さが頭になって、ま、元のリズムに戻る。ちょっとそこやってみたいと思います。じゃあすぐ言ってください。普通のリズム一回やって、その変拍子やる。ワン、ツー、スリー、フォー。おこぜの刺身をね、買って帰ったってさ。そう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 、それでいこう。それでいこう。それで、それでね、で、サビ、でサビいきます。サビはね、歌詞はね、猫背のタヌキは酒の魚に結構うるさい。これがサビ、ね、猫背のタヌキは酒の魚に結構うるさい。じゃあちょっと、でそこはコードをちょっと、ダンツダーンダンツダーンみたいな感じかな。このコードでワン、ツー、サン、シー、ダンツダーン。じゃあダンツ、あ、じゃあ、え、そう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 、ワン、ツー、スリー、フォー。はい、それでね、あのさっき、あのこれ書いてあるこの中間演奏を8小節やって、でなんかこうフィールインをしてね、そこまでいきましょう。猫背のタヌキがな、猫背のタヌキがね、猫背のタヌキがさ、猫背のタヌキがよ、おこぜの刺身をね、買って帰ったってさ。猫背のタヌキがさ、猫背のタヌキがよ、猫背のタヌキがな、猫背のタヌキがね、おこぜの刺身をね、帰って食ったら当たったってさ。猫背のタヌキは、猫背のタヌキは結構寂しい。